田さん。雷神決まりましたよ。見ましたか。見ましたか。決まりましたね。記者発表されましたよ。雷神沖縄。沖縄。出場決定ですね。決定です。決定です。やりますよ。一応昨日記者会見ね、はい、見た方分かると思うんですけど、はい、僕普通に仕事してましたからね。あ、そうなんです。事業所の子供たちの送迎に行ってましたからね。なるほど。記者会見断ってますからね。そうなんですか。そんなもんなんですか。僕にとって大事なのは、はい、仕事です。仕事。格闘技は違うんですか。ライジンは仕事ではないんですね。まあ、ライジンも、はい、そのやっぱ格闘家の夢見る大会じゃないですか。はいはい。本当この見てくれてる視聴者さんのおかげなんで、うんうんうん、まあ、ちゃんと言うんですけど、はい、そのライジン関係者が僕の YouTube を見て、はい、それで今回推薦してくれたみたいで。あー、なるほど。 YouTube 見てから見てくれてたみたいで。あ、そうなんですね。だからこのね、黒火ワールドから始まって、はい、そこからまあ自分のチャンネル開設して、うん、まあ、いろんな先生に出会って、アランジョ先生とかね、はい、鎌野先生とか、はい、まあ、池田先生とか、はい、まあ、そういう方たちとずっと物語をね作ってきた、うん、その通過点にね、はい、まさかライジンのリングに立つなんて思わなかったですよ。本当ですね。この YouTube 見てコメントされてる方の中にいるんですね。じゃあなんかいるらしいですね。でも決まった割にはため息多くないですか。決まったからなんですかね。いや、オファーが、はい、遅い。遅い。いつオファーされたんですか。2週間ぐらい前に、はい、そういうオファーがあるかもしれないよっていう話は聞いて。あ、なるほど。今日そうですね、10月30ですもんね今日。そうで、はいはい、1週間前にどうですかみたいな感じで連絡が来て、はい、で、また明日 YouTube アップするんで、はい、昨日じゃない、記者発表の前日に、はい、シロッペの大冒険のシロッペさん、はい、琉球ブルースリーと動画撮影してたんですよ。あ、そうなんですね、うん、あ、私行かなかった時ですよね。そうですね、はい、はいはい、そうなんですよ。それで、まあ、はい、ヒロ君のチャンネルの方でやったんですけど、はい、まあ、その朝倉みくるの1000万チャレンジの、はい、まあ、技術指導ということで、はい、まあ、路上での戦いなんで、はいはい、撮影を外でやってたら、はい、まあ、ライジンから電話が来て、はい、まあ、正式発表したいので、はい、まあ、返事をくださいっていうことで。はあ、まあ、その動画の中でなぜね、はい、今回道着で出場するんですよ。え、ライジンですか。ライジンで初めてですね。え、いいんですか、ライジン道着着て。いや、僕もダメだと思ったんですけど、はい、まあ、それもね、明日アップされるやつ見てくれたら分かると思うんですけど、はい、なぜ道着で出場することになったのかっていうのを、うーん、話してますので。あ、これからアップされるんですね。そうですね、まあ、一応結果的には道着で出ることが決まって。あ、はい、あ、まあ、OK なんですか。あ、正式に許可もおりましたね。あ、そうなんですね。けど、まあ、現代格闘技のルールで、はい、道着で出るっていうのはめちゃくちゃリスクが大きいんですよ。で、今回の対戦相手が180センチの米兵で、はいはい、柔術をやっていて、はい、なおかつキックボクシングでも、まあ、結構強いってことで、なんか柔術の相手に対して僕は道着出るんで。なるほど。まあ、不利なのは絶対なんですけど。そうです、手足も長いですもん ね、長いし、はい、僕が170ないぐらいなんで、はい、まあ、10センチ高い。なるほど、はい、けどね、総合格闘家アウトサイダーの熊沢ではなくて、はい、武術家熊沢として挑戦したいっていう思いがあるんで、うん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 、そのね、総合格闘技の動きではなく武術の動き、はい、遠春拳とか八極拳とかそういったものを織り交ぜて、はい、相手をねちょっととどめを刺したいなと思ってますね。でもこのライジンで武術の技を使うっていうのは今まであるんですか。ないですね。あ、うん、そうなんですね。ライジンに武術家が上がったっていうのはないですね。あ、
なるほど、うん、その一昔世代には、はいはい、まあ、ドリームっていう大会があって、はい、そこには菊野選手が出てて、うん、はいはいはい、三ヶ月蹴り、はい、そのちょっと武術的な、はいはい、まあ、極真の技なんですけど、はいはい、そういったものでね一躍有名にはなってたんですけど、うん、やっぱ今の時代もいろんな技術が複合されてて、はい、まあ、それだけね武術っていうものの存在もね、うんうんうん、ちょっと消えかかってるんで、はい、まあ、今回ねそのやっぱ動画上でああだこうだ言うよりも、うんうん、やっぱ大舞台で、はい、みんなが納得してくれる場所でパフォーマンスをする、そして武術の技で勝つっていうのが大事なんじゃないかなと思って、はいはい、あ、待ってくださいよ。そしたらじゃあ、ライジンに11月20日出ることが決定して、はい、相手が米兵さん180センチの、はい、で、はい、熊澤さんは、まあ、道着を着て武術の技で勝つって、これ言っちゃっていいんですか？まあまあね、相手は何の技が来るか分かんないですからね。まあ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 、そうですね、うん、まあ、かといって金敵とか目つぶしとかね、ルール上反則なんで、はいはい、現代格闘技のルールの中で使える武術の技を今回、まあ、できる範囲でお見せしようとは思ってますね、はいはい、ただパフォーマンスを見てる視聴者さんに見てもらうために出るというよりも、はい、なんだ、自分のそのなんだろうな、精神性をより伸ばすために、はい、まあ、自分の修行だと思ってこのリングで、うんうん、やるんで、はい、だからまあ勝ちにはこだわりますよね。うん、やっぱ負けるってことは死ぬってことなんで、はいはいはい、やっぱ相手の息の根を止めるとか、うんうん、相手がもう二度と格闘技ができないぐらいの状態に持っていく、はい、それぐらいの、要はこうね、よく格闘家がぶっ倒してやるよとか言うじゃないですか、はいはい、ありますね、はい、ぶっ倒されたやつっていうのは立てますからね。なるほど、うん、ただ足の靭帯をね折るとか、はい、首の骨が折れるとか、はい、そういうものだったらもう格闘技ねできなくなっちゃう可能性もあるんで、うんうんうん、まあ、そういったものも、まあ、技の中にはあるので、はい、まあ、ルール上あり得る技ですね、はいはい、そういうのも狙っていこうかなと思ってますね。うん、今熊澤さん、まあ、武術の技で勝つっていうことで、はい、まあ、ライジンのオファーが来てからなんですけど、だからすごくため息が多い感じなんですけど、いや、まずね、はい、もっと早く行ってくれそう。減量が苦しくて。あ、え、どのぐらい落とすんですか？いや、今5キロぐらい落としたんですよ。あ、なるほど。今5キロぐらい落として、はい、あと4キロぐらい落とすんですけど、はいはい、今結構ちょっと壁に当たってて。あ、そのため息だったんですね。そうそう、なんだろう、格闘家が格闘技の練習だけして試合で結果を出すっていうのは、これはもう仕事だから当たり前じゃないですか。はいはい。けど僕の師匠が言うには、仕事もして家庭もしっかりやって、その上で結果を出す、それがプロだよと。だから僕普通に皆さんと同じように8時間仕事してますからね。あ、そうですね、昨日格闘技の、そうです、発表の時もお仕事されてましたもんね。だからもう、スタッフよりも1時間早く出勤して走り込みして、はい、うんうん、スタッフが休憩してるお昼時間走り込みをして、はい、またスタッフが帰った後夕方6時からまた稽古をして、はい、本当その毎日の積み重ねでやっぱ体重も落としながら技術もやってるんで、はい、だからまあその限られた時間だからこ そ, その練習の質とかも問われてきますし、うん、はい、やっぱ現代格闘技ってボクシング、レスリング、はい、まあ、キック、あと走り込み、はい、ウェイトトレーニング、あらゆることをやらないといけないんですけど、はい、それをまあ武術をやることによって、うん、例えば平先生から教えてもらった、はい、こういう鍛錬があるんですよ、はい、それをやることによって比較的この走ると筋トレを組み合わせた技術を短時間でやるとか、はい、あとは自分なりの肩の稽古があって、はい、それでなんだろうな、自分のクンフーを磨くこととか、はい、気を高めることもできるんで、はい、まあ、ただそういうのって、ね、よく幻想って言われるじゃないですか、はい、そうですね、はい、実際強いよって言われてる人がリングに上がったらすぐやられちゃうっていうのもあるんで、はい、よくありますよね、うん、はいはい、だからそうではないよと、その武術
はい、武道家にも本物がいるよっていうのを見せようと思ってます。うん、結構でもあの私的な意見なんですけど、はいはい、このあの武術家と格闘家でどっちが強いんだっていう対決で、結構瞬殺で武術家がやられてる映像を今まで結構見たことはあるんですけど、じゃあ熊澤さん的にはそうではない、武術家は格闘技と同じぐらい強い、勝てるっていうのを出すということですか？そうですね、ここ難しいところなんですけど、はい、やっぱ見てる視聴者さんの中には本当にいろんな方がいて、はい、武術ってそもそも身を守るためのものでしょ、うんうんうん、っていう方もいますし、はいはい、武術って武器も使うから武術でしょ、うんうん、はいはい、武術家から戦いを挑むってことはないよって、あと格闘技みたいに用意どんはないよ、あ、はいはい、まあ、あらゆることを言う方もいらっしゃるんですけど、はいはい、僕の答えとしては、はい、どの武術どの格闘技が強いじゃない、はい、強い数ではなくて、はい、誰がその競技をやってるかだと思うんですよ。あ、なるほど、はい、だから強い人間っていうのは、はい、それが武術のルールだろうが、はい、格闘技のリングだろうが、うん、用意どんであろうが、うん、結果は出せると思うんですよ、うんうんうん、だからその、まあ、格闘技の動きを封印するわけではないんですけど、はい、そのね、国内では最高、はい、頂点に立つライジンのリングなんで、はい、そこで、武術の、はい、まあ、皆さんたちが見たいって思ってるような動きを、うん、まあ、出して、はい、相手に何もさせずに一方的に終わらしたいと思ってますね、はい、うん、でそこで自分自身としても納得いく結果が出せれば、はい、年末に、はい、ある武術家はい、にちょっと挑戦をしようかなと思ってますね、まあ、その方は国内でも本当トップの武術の方だと思うんで、はい、武術家だと思うんで、はい、それはあの試合勝った時リング上でちょっと対戦表明をしたいなと思ってますね。あ、この武術家っていうのはそのまあライジンで戦う米兵さんのその先にある、もちろんそれは武術で勝ってその先にチャレンジしたい武術家がいるということなんですね。そうですね。それはちょっとここだけの話、はい、誰とか、あ、もうなんだろう、皆さんたちが想像するような方なんですけど、はい、その方とちょっと勝負してみたいなと思いますね。 YouTube のコラボって、はい、いろんな武術家もされてるじゃないですか、はいはいはい、けどそれってお互いにお互いを高める、はい、お互いが傷つかないような動画の作り方なんですけど、はいはい、そうではなくて証明してもらいたいんで、はい、僕が全力で挑んで、はい、まあ、アランジョ先生の時みたいな形でどっちが強いのかを勝負を挑みたいなと思ってます。なるほど、これぐらいで、あ、はい、もちろん欲しいですけどダメですかね、はい、11月20日、はい、沖縄ライジン32の方で出場が正式決定しましたので、はい、まあ、今後もトレーニング稽古とかやっていきますので、はい、楽しみにしててください。以上です。はい、はい。